坂田義弘は、日本の元ラグビー選手、ラグビー指導者、大阪体育大学名誉教授、日本ラグビーフットボール協会理事、関西ラグビー協会長を務める。2012年までは、大阪体育大学ラグビー部監督を務め、2013年から、同ラグビー部エグゼクティブアドバイザー、日本ラグビー誌、ワールドクラスの選手として知られている。2012年に、 東洋人として初となるラグビー殿堂入りを果たした。洛北高校から同志社大学に進学。在学中の1963年、全日本のメンバーに初選出される。大学卒業後は近畿日本鉄道に入社。ラグビー部に入部。1968年、大西哲之助監督率いる全日本のニュージーランド遠征メンバーに選ばれ。 オールブラックスジュニア相手に4トライを挙げ、大金星に貢献。世界の坂田、フライングウィング坂田、空飛ぶウィング坂田として、名を轟かせ、ニュージーランドのプレイヤーズ・オブ・ザ・イヤーにも輝く。太とは、キャプテン翌年、カンタベリー大学へ留学。カンタベリー州代表選手としてプレーする。日本人初のニュージーランド州代表選手権一部リーグ選手と、 なり、ニュージーランド大学選抜、NZ バーバリアンズニーも選出された。1970年には、ラグビーニュージーランド代表内野遠征メンバー候補にも挙げられた。NZ 地元紙において、坂田を南アフリカへ連れて行け。と記事に掲載された。1973年のヨーロッパ遠征でも、フランス代表相手に1トライを奪った。同年代表を引退。 1975年1月15日に国立競技場で開催された日本選手権の対総大戦を最後に現役引退し、近鉄を退社。その後は大阪体育大学教授となりラグビー部監督にも就任。現在は日本ラグビーフットボール協会理事、関西ラグビー協会長。2007年には W 杯の開会式に伝説的選手。 ラグビーレジェンドの一員として招待される。2007年9月7日、パリ郊外、サンドニにある、スタッドフランス。第6回ラグビーワールドカップの開幕式典に、世界を代表する20人の伝説的な、名選手による、ラグビーレジェンドが登場すると、8万人の大観衆で、膨れ上がった、観客席から大声援が湧き上がった。元フランス代表首相。 名フロリダジャンピエール・リブ、ウェールズが誇る、ナエス・エイチ・ガレス・エドワーズ、豪州代表首相、名エール・オージョン・イールズら、早々たる顔ぶれの中に、空飛ぶウィングとして、名をとどろかせた坂田が、アジア、日本代表として招待され、ヨシヒロ・坂田、ジャポンと紹介された。2012年6月5日、国際ラグビー評議会より、国際ラグビー殿堂競技者検証者に選出された。 同年9月15日、2012年のシーズンを最後に大体大監督を退任する意向を明らかにした。そして12月23日の大学選手権、セカンドステージ、対早稲田大学戦をもって監督を退任した。ありがとうございます。